の愛知です。今日はですね、まあ、相談をもらったっていうところもあるんですけど、自分が普段ね、勝手にちょっとあるものを見てて、で、そこで思ったことを喋っていこうと思いますので、よかったらお付き合いください。で、何かっていうと、まあ、勝手に見たって表現するとね、え?って思うかもしれないんですけど、自分普段ツイッターをやってるんですが、まあ、フォロワーさん、フォローしてくださってる方が、こう、リプでこう、送ってくれるじゃないですか。で、やっぱりリプを送ってくださる方っていうのは、まあ、偏るというか、ね、普段から送ってくれる方と見るだけの方っていると思うんですけど、こう、送ってくださると。ただ、自分はその方をフォロワーをしてないので、その方のツイートは出ないんですよ。自分のところには出ないんですけど、まあ、仲良くしてくださってるんで、たまに、その方のページに飛んで、どんなことツイートしてんのかなって見ることが、結構好きなんですよ。ちょっと怪しいでしょ?でも変なことしてないからね。そう見るんですけど。で、なんでかっていうと、勉強赤さん。まあ、勉強頑張ってる、まあ、学生のね、方が多いので、こう、どんな風に頑張る、結構勉強赤さんってこういうのやりました。今日何時間頑張りましたって書く方が多いんで、それ見て、あ、頑張ってんなーって。それ見て俺も頑張んなきゃなーって思わせてもらったりとか、まあ、悩みを返したりする子もいるので、それ見て、そこにコメントはなかなか残せないですけど、自分から。でも、頑張れって、心の中で思ってね、それ乗り越えたら違う景色見えるぜ、みたいな。頑張れよ、みたいな。で、それまあ覚えておいて、次にリプくれた時に、ちょっとその話を出してリプ返したりとか、もしたりするんですけど、で、まあそういうの見ると、まあ勝手に見てるんですね、そういうの。で、多分、これ動画見てくださってる中で、よくリプ送ってくださってる方は、多分一度は俺見てると思います。あなたのページを。言い方がやばいね。そう。で、まあそれを見ていく中で、最近多い、のまあ、相談もね、最初に言ったようにあるんですけど、結構、まあ、栄養入試が近かったりとか、あと、センター試験はもう1月で、まあ、結構迫ってきてる。で、高校受験の方も、まだね、高校受験まで時間は多少あるんですけど、夏休みが終わって、学校始まったでしょ。で、時間がないんで、やばいやばいみたいな。もう10月になるんだけど、みたいな。で、追い込まれてきてる。全体的にみんながね。で、その中で、今日、私、ちょっと睡眠時間3時間で頑張るわ、みたいなとか。男の子でね。俺今日寝ないで勉強するみたいな。結構そういうの多いんですよ。見てると。で、それをやめましょう。っていうのが今回伝えたいことです。ね。勉強において、これは別に勉強だけじゃないんですけど、運動とかの練習でもそうなんですが、睡眠時間を削るっていう選択肢をなくしてください。で、もちろんこれは俺にも言えることなので、俺まだ実践完璧にはできてないからね。言えることなんですけど、基本的に睡眠時間は削らない。いいかな。で、たまに何時間寝るのがいいですかって言われるんですけど、自分は6時間をおすすめします。もしくは 7.5。はい。で、これは本に書いてた情報なんですけど、1.5 の倍数で睡眠時間を確保すると、起きた時すっきり起きれるみたいなのをよく言われるらしいんですね。その本に書いてあったやつは。つまり 1.5、3、4.5、6、7.5、9みたいな感じ。で、9はちょっと寝すぎかなと思うので、で、まぁ、7.5 とかいいと思うんですよ。でも、今までこうね、まあ、塾講師やってる時とかの子供たちに話を聞くと、7超えるとね、寝すぎっていう自己嫌悪になる子が多くて、逆効果なんだよね。そこでさ、モチベーション下がるというか、周りやってんのに私超寝てんだけど、みたいになっちゃうとさ、良くないから、だから6時間を結構進めたりします。で、4.5 は削りすぎです。基本的には。たまに、睡眠時間全然、取らないで、なんかスペシャリストみたいな方もいらっしゃるんですよ。いらっしゃるんですけど、自分はもうなんか体の作りが違うと思ってて、その方たちは。もうスペシャリストだからね。基本的には、6は、やっぱ確保してほしいなと思います。ただ、じゃあ、ハイチが行ってから、今まで3時間睡眠だったんだけど、6時間やるわ、ってやるじゃないですか。そうするとですね、多分だるいんですよ、体が。6時間寝ると。はぁみたいな、前の方が良かったんだけど、みたいになるんですよ、きっと。で、これはですね、やっぱり、その3時間睡眠とか、まあ、4時間睡眠でずっとやってきた方っていうのは、それがもう生活リズムできてるんですよ。自分でそのリズムが。で、生活リズムっていうのは崩れると、どんな崩れ方をしても基本的にだるくなります。だるくなったり、集中力なくなったり、やる気がなくなったり、っていうのが起こる、どうしても。でも、それでも、3時間とか睡眠時間を削った状態でやってしまうと、どんどん体に、疲労が溜まるというか、負荷がかかってるので、それが、大事な時、つまり受験本番ですよね。その直前とかに爆発してしまって、もう疲労がね、こう溢れてしまって、体を壊すなんてなってしまうかもしれないんですね。もうそんな本末転倒じゃないですか、そんなの。ただし、かもの話なんですよ。崩れるかもしれない。でも大丈夫かもしれないです。つまり最終的にね、判断はみんなに任せるんですけど、でも睡眠っていうのはやっぱり体の基本というか、
全てのね、まあ、持ち心の部分もそうですけど、そういったものを整えるのに絶対必要な時間です。で、勉強したこと、頭で覚えたことを寝てる間に脳内で整理するので、そういった時間をしっかり確保してほしい。うん、だからそれにプラスあとはあれですね、寝る時間と起きる時間もできる限り固定していただけると、うん、さらにリズムがね作りやすいのでいいかなと。自分だったら12時6時とかの6時間がいいのかなと。まあ0時から寝て6時に起きるみたいなね、まあ、1時しばらく12時6時がいいかな個人的にはとは思うんですが、でもちろん6時間足らんやったら 7.5 とかがおすすめとは、ではあります。はい、なのでもちろん睡眠時間を削って頑張る姿勢というか気持ちっていうのはすごく素晴らしいと思うんですよ。まあ、追い込まれてるってもあるかもしれないですけど、それは応援したいんです、頑張る気持ちは。でも頑張り方を間違ったら、急いで行ってるように見えて落とし穴にはまるかもしれないんですよ。だったらしっかり足元を見て、ちゃんとコンディションを整えて、自分のペースを大事にしてやっていってもらった方が結局勝てると思ってるので、うん、まあ、急がば回れはちょっとね言葉としてずれてますけど、それでもやっぱり足元しっかり見てね、足元にも自分のコンディションね、体をしっかり整えて見てもらってね、負荷をかけすぎずに、気持ちの心の面では負荷はずっとかかってるから、みんなに、そうだから体の面ではしっかり休む、やるときにはやる、休むときには休むっていうメリハリをつけてね、頑張ってもらえたらと思います。はい、というまあね、睡眠時間を、まあ、削らずに頑張っていきましょうっていうお話でした。はい。ということで、ここまでね、ご視聴いただき、ありがとうございました。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。質問があったんですけど、前やったこの T シャツとかパーカーのプレゼント企画ですね。今日、この後送ります。放送したやつですね。本当にたくさんの応募ね、いただき、ありがとうございました。また何かそういった機会があれば、させていただきますので、その際はよろしくお願いいたします。